いやでもね、ファームジョブのね、ワークホステルじゃない限り俺は運がいいと思う。そうなの？うん。だって過酷な労働してるのにさ、過酷で超汚いところに高い費用140も払ってさ、泊まるなんてありえないじゃん。で、なんかベッドバッグってさ、強制的に移動させられるんだけど、移動させられた部屋が140とか150とか絶対高いところにいられる。その部屋を使ってもらうのはこっちにとも罪悪感があるから、高い部屋だと移ってくれって言って、いや別に高い金払いたくないから、まず貴様らの責任を受け直せって言ってもやつらやんないから。いやー、私の足すごいことになってる。